こんにちは。お祭り期間中にお二人とお会いできて嬉しい。じゃあもしかしてオイラたちに依頼があるってことか。これは少し困りましたね。マンダジンにとってウィンドブルーム祭のプレゼントというのは自分で準備するものなんです。今はモンド冒険者協会のオフシーズンと言えるでしょう。皆さん甘美で穏やかなお祭りの雰囲気に浸っていらっしゃいます。隣のキャッツテールの猫たちも一日中くっついていますよ。うっ、限定人気ドリンクの発売日に寝坊して、それでももしかしたらまだ買えるかもと思って出かけてみたら、最後の2つを目の前のカップルにかっさらわれたみたいな気持ちだぜ。お二人もいっそこれを機に。旅人さん、パイモン、見つかってよかった。頼みたいことがあるの。あ、スクロースだ。とにかく安心して行ってみてくれ。はぁ、わかった。実は私、騎士団から今年のウィンドブルーム祭の特別大使に選ばれたの。感謝と愛を象徴するこのお祭りで、みんなの役に立ついろんないいことをしていく役目。やるじゃないか。どうやって選出されたんだ？名前がいっぱい書いてある円の上で、エンジェルズシェアが提供してくれた空き瓶を回して、止まった時に瓶の口が向いた方に名前があった人が当選するの。私もそう思うよ。でもみんな曰く公平のためなんだって。人付き合いはあんまり得意じゃないから、最初はちょっと緊張してたんだけど、それに自分を元気づける方法を見つけられたんだ。試験官？うん。いいことを一つしたら、助けてあげた人の息を試験官に吹き込んでもらうの。へえ、なんかすごそうだな。うん。とても貴重な素材だと思うの。錬金術で少し改造すれば、奇跡が生まれるかも。うわ、おいらを誘惑してるのか？それよりももっとすごいよ。でも、十分な実験データを収集するまで、結論はまだ教えられない。幸せの吐息。残るはあと一つなんだ。なんだ、そんなことかよ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きをおごってくれたら、そいつを吹き込んでやるぜ。ほん、これでも、オイラなりに頭をひねって助けてるんだぞ。それとも、スクロースは、もっとでかくて真面目な幸せがいいのか？幸せの含有量と真面目さは関係ないよ。でも例えば、何かを栽培したことはある？甘い果実には時間と汗が必要なのと同じで、収穫する喜びは経験した辛さと正比例するの。私にとっては効果の安定したポーションを数ヶ月かけて研究して作ること、特別な幸せを得られるように、私も誰かのためにチャレンジ性のある任務を完成させなきゃ。おお、わかったぞ。つまるところ、手伝いを必要としてるやつを探す手助けをしてほしいわけだな。って難しすぎるだろ。でも栄誉騎士は経験豊富な旅人なわけだし、本当に何かいい考えがある？わかった。旅人が言うなら、オイラも手伝ってやるよ。そしたら、結局うまくいかなくても、オイラは鶏肉のスイートフラワー漬け焼きが食べられる。旅人、これは感謝と愛の祭りなんだから、跳ねつけたりしないよな。スクロースさん、ちょっといいですか？今あなた宛ての荷物が届いて。あ、今行くよ。行ってくるね。あれ、オイラの見間違いじゃないよな。あの後ろ姿ってコレイか？声かけに行こうぜ。コレイ、コレイ。ああ、お前ら奇遇だな。
何ぼーっとしてるんだ？心配するな、大丈夫だ。さっきあっちの記念品ショップでモンドの童話を買ったんだ。適当にめくってみたら本にはメモが挟んであって、謎めいててまるで予言みたいだ。これらを完成させれば至福のランプを灯し、これら？この世に存在しない花を探すこと、絶対に迷わない道へ、合計4つの条件だ。ほら見てくれ。オーナーにも聞いたんだけど、メモのことは知らないって。ちょっとごめんなさい。イノシシプリンセスと言うんだ。それはおかしいね。イノシシプリンセスなら私も読んだことがあるけど。知り合い？紹介するぜ。こっちはスクロース、セピロス騎士団の錬金術師。こっちはコレイ、スメールのアビリアの森で見習いレンジャーをやってるんだ。はじめまして。はじめまして。やばい、二人とも人見知りだから。このスクロースはこの予言を本当だと思うのか？研究したことがないから根拠のある結論は出せない。でも主観的な見解でいいのなら、童話を読むのは子供心とか私情を持ってる人だけだもの。メモを残した人ももし嘘でその純粋さを汚そうとしてるなら。いい観点だな、私は好きだぞ。そうだそうだ、子供を傷つけるなんてひどいぞ。じゃあスクロースは祝福は何だと思う？それはあくまで個人的な意見だけど、願いを叶えてくれる妖精みたいなものかな。あんまり童話はたくさん読んでないから一種の推測だとしか言えないけど、資料も研究もないし参考にはならないかも。その推測すごい、もっと突っ込んで聞いてみたい。でもずっと質問ばかりしてると鬱陶しいって思われないかな。初めて会ったんだもんな、初対面の人ってどう話せばいいんだろう。できればだけど。じゃあコレイさんの願いは？私の願いは性格を良くすることかな。それは違うだろう。どうしてそう思うんだ？そう言ってくれてありがとう。でも自分の状況くらいちゃんと。これいい。この声、あれは。これいい。今回は随分早かったね。幸い目がいいから。遠目でもあんたの緑色の髪の毛を見てすぐ分かったよ。アンバー、最近は元気？この前あげたピタは全部食べてくれた？もちろん。コレイ、だんだん腕を上げてきてるね。それってコレイはまたモンドに来てたのか？昔モンド城でいろんな人に助けられた。マリン病が治ってから機会を見つけてモンドに戻って、みんなにこのいい知らせを直接伝えに来てたんだ。ありがとう。みんな、コレイを連れて適当に回ってきてもいい？もちろん問題ないよ。行ってこいよ。アンバー、ごめん、この後縄文で合流しようって
一緒に旅してる人たちと約束したんだ。オッケー、わかった。じゃあまずはゆっくりして、私もジン団長に休暇申請を出してくるよ。ああ、うん。旅人スクロース、ちょっとコレイと一緒にいてあげてくれる？後で戻ってきたらまたコレイを連れていくね。うん、大丈夫。じゃあまた後で。大丈夫かコレイ？ごめん、ただ自信がないだけなんだ。おお、ハンバーの友達か。うまく付き合えるのかな。スクロースが相手でもまともに会話できてないのに。もっと自信があったらもっと友達ができるのかな。ああ、そろそろ時間だ。縄文へ向かおう。また大型風車だ。懐かしいな。そうだろうね。前回モンドに来たのはずいぶん昔だろ。そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車はある意味大マッハマシンと言えるだろう。ああ、頭を働かせてみろ。そんなに分かりにくかったか。だから大マッハマトラと大マッハマ…ティナリー、セナー、こっちこっち。はあ、助かった。この人は？スクロースだよ、師匠。スクロースはセピロス騎士団の錬金術師なんだって。イッツスクロース。こっちはティナリ師匠。私の師匠なんだけど、優秀なレンジャー長で、その上あっちじゃすごく有名な植物学者なんだ。大げさだよこれ。はじめまして、僕はティナリ。あなたにも先生がいるのね。はじめましてティナリさん、よろしくお願いします。うん、師匠はすっごく博識なんだ。で、こっちがスメール教練員の大マハマトラで、セノ様、またまたすごい人だよ。よろしく。先に言っておくが、今回俺たちはプライベートでここに来ている。モンドのみんなも職位のことはあまり気にしないでほしい。コレイも様はつけないでくれ。呼び捨てはどうしてもというならさん付けでいい。そう、大した用事はないんだ。ただのコレイの付き添い。付き添いというか、無理やりついてきたっていうか。コレイは大切な仲間だし、スメールからモンドまでの道のりは遠いんだ。身の安全をちゃんと守ってやらないと。一人でだって何回か来てるのに。お前がいなくて大マハマトラの仕事は大丈夫なのか？大丈夫だ。仕事はルカと非常に頼りになる二人の助っ人に任せてある。あ、なあ、そういえばスクロースも。コレイさんも気づいた？実は天才錬金術師のアルベド先生の助手をしてるの。あなたと似てるよね。スクロース、天才なんて言葉はやめてくれ。お客さんに大げさな第一印象を与えてしまうだろう。アルベド先生、私は客観的な事実を言っただけで。うわ、アルベドも来たのか。なんだか賑やかになってきたぜ。うん、スクロースの主な研究分野は生物錬金って言ってたけど、ドドリアンの解毒原理についてはどう理解してる？ちょっと待った。早速オイラにはわからない話を始めるのか？あ、ドドリアンはモンドの特産品なんだ。私、ドドリアンをテーマにして研究したことがあるの。もしティナリさんも興味があるなら、レポートを探し出してお見せするよ。ただの旅行だと言ったのに、まだ薬草調合の改良について考えてるのか。今回の遠出は3人とも新しい身分でと約束したんじゃ。新しい身分？俺は砂地の探検に長けた冒険者のセノで、ティナリは
砲塔団の技術顧問。コレイは旅する音楽家だ。すごく面白い。アビディアの森の冒険者たちも暇があればモンド旅行に来てほしいくらいだよ。母風のマッシュルームは食感こそ良くないけど、少なくともお腹を壊したりはしない。ティナリさんはドドリアンの成分を抽出して特別な解毒剤を作りたいの？うん、道中素材を集めて研究してみたらやりがいがありそうだったから。ただ水を差すつもりじゃないけど、薬の相互的作用を研究するには大量の実験データが必要だから、それに素材の仕入れとか運ぶ時間を考えると。では僕も手伝おう。アルベド先生、今さら横から口を出してすまない。毒キノコの解毒剤のことだろ。もし手元にサンプルかその他の資料を持っているようなら、後で僕に見せてくれるかい？そうだ、その前に三人ともこれを見てほしい。旅行プラン？アルベドは隣でずっとこれを書いてたのか？とんでもない。冒険者と技術顧問、音楽家の皆さんは遠路はるばるいらっしゃって専門知識の交流をしていたところだったのに、とはいえモンドでのスケジュールはやはりこの地に詳しい人が組んだ方がいいと思う。どうかな？お気に召さないところがあればすぐ調整するよ。とんでもない、完璧なスケジュールだよ。今のままで十分素晴らしいぞ。ないからこそたかるんだろ。行き届いているな。冒険者も技術顧問も音楽家も大変満足だ。そうだな、僕たちも料理してみたいかも。会食のところをピクニックに変更するのはどう？テント張り手伝うよ。私も手伝う。おいらはこいつを連れて鹿狩りでオードブルを注文してくるぜ。よし、それで行こう。僕とスクロースは3人のお客さんたちをホテルまで送ってくるよ。また夕方湖の岸辺で会おう。サラさん、鹿狩り特製の冷製肉盛り合わせを一つ。はい、他にご注文はありますか？他の注文だってよ。うわあ、覚えててくれたんだな。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きについてるスイートフラワーを風の花としてお前に捧げてやるぜ。安心してくれ、食べ物に関してためらうことなんかないぞ。では少々。ギュッボ、はあ、大満足だ。これがウィンドブルーム祭でしか体験できない素晴らしいことなんだったら。うん、みんな揃ったね。おう、暇だったから先に来て準備してただけ。テントはコレイさんが張ってくれたの。ロープを結ぶのが早くて結び方も丈夫でプロの技だったよ。私なんて素材を渡すくらいしか手伝えることがなくて。ありがとう。これも師匠とセノさんがいつも指導してくれるおかげだ。ああ、優秀な冒険者はみんなこうしている。まったく、いい加減にしてよ。これ以上褒め合ってたら月が昇ってきちゃうから。さっきのバター魚焼きはなかなか美味しかった。作り方を見てなかったけど、旨味は魚肉本来のものだけじゃないみたいだね。その通り。もっと詳しく推理できる？そうだな、匂いは純粋だった。複雑な香辛料じゃないね。料理に使えるモンドの植物の中だとドドリアンは普通スープに使われるから、イグサ？正解だ。スメールの魚のクリームソースは
柔らかい口当たりで魚肉の旨味を引き立てるものだと聞いている。モンドの香辛料はスメールほど複雑ではないけど、自然な調味料で食材の特徴を際立たせるっていう理屈は互いに通じ合っているんだ。気に入った。でも具体的な分量は。レシピを書いてあげるよ。後で私が作る栄養食を食べてみたい人は一つ頼む。コレイさんは？あんまり食べてなかったけど。ああ、もともと小食なんだ。もう。ごめん、興ざめだよな。ティナリ、あの日俺たちが道中で見た二足歩行の生き物はパイモンだったのか？どの日だ？石門を通った日だ。はあ、見間違いだろ。帽子に視界を遮られてたんじゃないのか。オイラはいっつも飛んでるんだ。地面を歩くことなんてないぞ。そうか、パイモンが食べ過ぎたかと思ったんだが、バルベリーを。面白くないか。バルベリーでパイモンが滑り落ちた。知り合うのに必要な一環かなって。いい方向に考えてよ。セノはみんなのことを友達だと思ってる。その仮説を検証してみないかい？なんだって？モンドの原生植物が浮遊生命体の機能に影響を及ぼすのか否か。オイラを実験台にするなよ。お前たちの理屈だとザイトゥン島を食べたらあんな風にまん丸になっちゃうのかよ。おい、お前まで。セノさんのジョークより旅人とパイモンのやりとりの方が楽しいよ。固定観念だ、長年にわたる。セノってモンドに来てから明るくなったみたいだよな。冒険者のセノだからな。ん？面白くないか。それもそうだろうね。君たちがスメールにいた頃見てたのは仕事中のセノだった。うんうん、師匠の言う通りだよ。食べる時もたまに器が浅すぎて料理をうまく盛れないって言ったりとか。わかった、改めて自己紹介しよう。俺は大マハマトラのセノだった。だが今この時からは冒険者のセノだと思ってくれ。これだよ、自分が面白いと思う文句をみんなが受け入れるまで延々と繰り返すんだ。つまりセノさんには2つの状態があるってこと？そしたらきっと真面目なスクロースとぼーっとしてるスクロースになってしまうね。さて、旅の目的地をモンドにしたからにはみんな何かしたいことがあるってことかな。うん、ウィンドブルーム祭はモンドの一番大切な祭りだって。これを機にみんなに愛情こもった風の花を捧げたい。外に出かけて新しい友達を作る。ラクラクダジュ。はあ？今の言葉、これこれに聞こえた。似たような言葉でラクラクダジュというのがある。でもテイワット大陸ではググプラムのような命名の方が多いみたいだ。僕からすれば、うわ、この寒い空気の中でよく顔色一つ変えないで話を続けられるな。最近スメールの環境は大きく変わったし、やっと仕事も少し楽になってきた。せっかくの休暇にコレイの付き添いができて、道中ではモンドの様々な動物や植物を観察できるから。じゃあセノは？コレイの護衛だ。口実だ、絶対口実だ。七星召喚のカスタムカード裏面だ。やっぱり別の目的があったのか。みんな七星召喚はもうやったか。さすが俺の友、優秀だな。カードの裏面を変えようと思いついてから俺はあちこちに聞いて回った。
スメールにいるカードゲーム友達の沢田から教えてもらった。沢田は稲妻人で姿の彩り祭に参加していたんだ。白尾先生って、なんだ、知り合いなのか。なるほど、白亜を探すためにわざわざモンドまで来たんだね。いや、そうではない。コレイの護衛の方がメインだ。そんなはずないだろ。コレイは何度もこっそりモンドに来てたっていうのに、君がついてきたのは今回だけなんだから。俺のことばかり言うが、お前だってそうだろ。僕の作家の友達がここにいたら、事実は小説よりもきなりと言うんだろうね。もう認めちゃうのか。待て、白亜先生というのは。新しい友達にペンネームで呼ばれるのはちょっと変な感じがするな。アルベドでいい。何？君が白亜先生だったの？セノのやつ最近毎日君のことを話してるんだよ。ち、余計なことは言わなくていい。普段はオーダーメイドの依頼は受けないんだけど、こうして交流して君たちのことはもう友達だと思っている。みんな面白くて博識だ。それにセノが七星召喚に注いでいる並々ならぬ愛情はその目を見ればわかる。もちろんだ。はるばるスメールから探しに来てくれてありがとう。おお、お前の先生って優しいな。きなりさんと似てると思うよ。では後世に残るこの唯一無二の傑作にいくら用意すれば。後世にまでは残らないだろう。俺の七星召喚のカード裏面に描かれる絵は必ず歴史に名を刻む傑作になる。勝手にやらせておいて。カードゲーム好きってみんなこうなんだよ。なるほど、信仰ということか。うん、だったらもっとジョークを聞きたいな。ジョーク？俺のジョークを気に入ってくれたのか。僕は結構好きだ。でもさっきは全然笑っていなかったじゃないか。うん、笑うかどうかは別として面白いと思ってるよ。ちょっと失礼。なんか変な匂いがしない？あ、私の栄養食が。大丈夫か？一緒に見に行くか？どうやら本当にいいジョークというのは必ずしも人を笑わせるものでなくていいらしい。スクロースのことは頼むよ。こちらの新しい友達のことは僕に任せて。アルベドとスクロースはいい人だけど、食事中ずっとジョークの話ばっかりで。鍋の方は大丈夫かな？はあ、よかった、そこしか焦げてなくて。ティナリの鋭い嗅覚のおかげで助かったな。うん、セノさんには申し訳ないけど。そうだねえ、気づいてるかもしれないけど、コレイさんなんだか落ち込んでるみたい。あのメモの、ふと思いついたんだけど、あの謎を解いて祝福を受けるチャンスをコレイさんにあげたいな。手伝いを必要としてる人。そう、コレイさんなら私の試験管に息を吹き込んでくれるかも。実験の進捗も大事だけど。いい考えだな。本当？正直に教えて。あなたたちもあの予言は。こいつの言う通りだ。わかった。それじゃあモンド城の合成台で合流しよう。ただいま。惜しかったね。もう少し早ければ今の風車に関するジョークを聞けたのに。やめてよ、5回目はさすがに勘弁。へえ、そう言われると逆に気になるぜ。そういえば東風の竜を見に行きたいって言ってたよね。いつ行くの？明日の朝だ。お前は予定はどうだ？山に登って散策したいな。僕が付き添うっていうのはどうだい？
僕もカードの裏面用のイラストを描くためにアイデアを集めたいんだ。いたいた。ここに焚き火なんてあるわけないと思ったら。へえ、目がいいね。さすが偵察騎士だな。まさかうっかり焚き火のルールでも破ってたか。そうじゃないよ。焚き火の事前報告はなかったけど、錬金術師の二人もいるから目をつぶってあげる。お、そうそう、自己紹介がまだだったね。私はアンバーで、こっちは遊撃小隊隊長のエウルア。私の友達だよ。こんばんは。君たちはコレイの知り合い？よろしく。アンバーとエウルアのことはコレイから聞いたことがある。本当？もしかして褒めてくれたの？前も言ったじゃないか。もちろん褒めたよ。基本的にいつも手紙が来るたびお前たちの話が聞ける。そうだったんだ、ありがとう。あ、コレイを迎えに来たんだった。この辺で失礼するね。行こう、コレイ。いくつか景色がいいところに連れて行ってあげる。あ、わかった。ふん、相変わらず元気いっぱいだな。お？セナもアンバーのことを知ってるのか？ああ、以前会ったことがある。それにコレイの大事な友人だからな。アンバーの活発さと陽気な性格があれば誰とでも仲良くなれる気がするぞ。おお。もう遅い時間だ。明日も予定が詰まっているから、みんな帰ってゆっくり休んでくれ。うん、僕も片付けを手伝うよ。銀融野郎にメモの内容を確認してもらいに行きたいのか？ひひ、やっぱりオイラわかってるな。この時間ならあいつは酒場のあたりにいるはずだ。早速行ってみようぜ。やっほー、久しぶり。銀融野郎、やっぱりまた酒を飲んでたんだな。早くジョッキを下ろして真面目に聞いてくれ。こっちは、忘れたのかい？今はウィンドブルーム祭の期間中だから安易に人に頼み事しちゃいけないんだよ。じゃあ答えは教えないで、この件はやってみる甲斐があるのかどうかだけ教え。つまりちょっとしたヒントが欲しいってこと？君の答え気に入ったよ。この予言を残した人はすごいね。謎を解けばきっといいことがあると思うよ。それから僕はランプがどこにあるかも知っている。その4つを見つけたら場所を書いてあげるよ。優しいでしょ。はっ、どうせお前の口から手がかりを聞けるだなんて期待してなかったぜ。お前はこのまま風に当たりながら酒でも飲んでろ。悲しいな。パイモンの目には僕が他にすることのない酔っ払いみたいに映ってるなんて。銀融詩人にはやることがたくさんあるのに、生活を楽しむってことはその中でも一番重要な一つに過ぎないんだよ。そうだ、全てが終わったら一杯付き合ってくれるかい？これも僕からのお願いだと思って聞いておくれ。存在しない花。スクロース、いい知らせと悪い知らせ。お、じゃあ悪い知らせの方かな。え、普通はいい知らせから聞きたいものじゃないのか。とにかく風立ちの地でそよ風に占ってもらってきたんだ。謎には意味があって、お前のアイディアはいいものだ。それって悪い知らせには聞こえないね。悪い知らせはオイラが食べた。セナのせいだ。面白くなかったらセナのせいなんだからな。大丈夫、安心したよ。さっき考えてたんだけど、存在しない花っていうのは人工栽培の品種のことだと思ったの。でもそれは存在しないというよりも
そうなれば推測できるものは全て存在しないとは言えないでしょう。でもこの世に存在しないものが何かなんてこと誰がわかるっていうの。この命題の真意は。うわぁ、もうやめてくれ。うん、じゃあ具体的な推測に戻るけど、存在しない花ってもしかすると錬金術師の産物かも。うん、アルベド先生なら答えを知ってるかも。でも最初に先生に聞くっていうのは試験の時に直接先生に聞くようなもの。それじゃ真理を追求する意味がなくなっちゃうよ。風の花ってことはないのか。あ、そういえばその可能性もあるね。風の花は具体的に定義された花じゃない。つまり本当の風の花は存在しない。しっかり頭の中にメモした。あん、ひひ、オイラ役に立てたぜ。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きのおかげかもな。ちょっと準備しないといけないから。うん、残りの3つの謎の答えも考えておくぜ。でもオイラたちが3人でやってるってこと。サプライズにしようかなとも思ったけど、パイモンの言う通りだね。なんていうか考えておくよ。うん。セシリアの花は偏僻な高所にしか育たないから、気に留めないと普段はなかなか見られないって聞いた。標本にすれば長く保管できるけど、この生き生きとした美しさを持ち帰れないのは少し残念だな。じゃあ土壌への適応力がより高いセシリアの花を研究するよう僕からスクロースに頼んでみようか。名前は風に4倍頼らないセシリアの花、あるいは五色セシリアの花回601号型スメール成長特製バージョンになるかもしれないね。それってジョーク？残念だけど本気だよ。それはなかなか楽しみだね。二択の結果が。この間の話に戻ろう。もしドドリアンの成分を解毒薬に入れたいなら、僕の意見は。ここが風流廃墟。風魔竜はどっちの空から現れるんだろうな。あれ誰だ。あ、すみません、ごめんなさい。すまない、俺の癖なんだ。お前はモンドの人間だな。俺はセノ、モンドへ観光に来た。その何かお探しでしょうか。風魔竜を待っている。ここに写真機まで置いて。ああ、風魔竜の英姿を撮影して絵の参考に持って行ってやろうと思って。そうでしたか。僕も一緒に探しますよ。その出現頻度はどれくらいだ。あ、資料を見てからお教えするべきでしたね。ちょっと待ってください、ノートを確認しますね。うん。おー、セノさん、ずっとそうやって上を向いているつもりなんですか。問題ない、俺の首は丈夫だからな。しっかり支えられる。いやいや、そんな、やっぱり座りましょうよ。ブランケットを持ってるのでお貸しできますよ。必要ない。じゃああれ、なんで僕まで上を向いてるんだろう。ティナリ師匠がいたら絶対一目でそいつの学名とか分類とか、それと修正だって言えるのに。私はスメールにはいない種だとしか言えない。ふん、じゃあスメールにはどんな鳥がいるの。迷彩鳥って鳥だ。色がすっごく綺麗なんだ。
胸の前にある羽毛は熟れた夕暮れの実みたいで、翼の緑はミントの若葉みたいでさ、そいつら人を怖がらないんだ。私がよく行く木のうろ、大きな木の隣にな、いつも迷彩鳥が一羽いて、じっと私を見つめてくるんだ。まるで私の言うことを理解できるみたいに。前に風切り羽を一枚拾ったことがあって、触ってみたこともあるんだ。結構細かく観察できてるじゃない。日常への愛もあるし、ため息をつく力をこういう場所に使ったら。もうエウルワって時々ちょっとひねくれた言い方をするの。うん、エウルアの言ってることわかるよ。なあ、魚食べたくないか。じゃあ魚を捕まえる競争をしようよ。私負けないよ。もう景色を見るって話だったのに、なんでまた競争の話になるのよ。ちょっと待ちなさいよ。よっ旅人、ここで会えて嬉しいぜ。セノが遠出するってんでさ、私に部下と一緒に仕事をしてくれって頼んできたんだ。まあ代役ってとこかな。今はもう教練員の雰囲気もだいぶ良くなったし、あんたも結構やることがあるんだろ。頑張れよ。セタレさん、お菓子でも食べて少し休憩しましょう。セタレさん、あ、ありがとう。ごめん、集中してて君の声が耳に入ってなかった。大丈夫ですよ、興味を持てる仕事をできるのはいいことです。本当にごめんなさい、こんな風に付き合ってもらってしまって。ラフマンさんは最近旅団の方で用事があるみたいですし、私が代わりにボディーガードをするのもいいでしょ。それに私もボディーガードをするのは初めてです。ええ、リシアが普段どんなことをしているかの職業体験ということにしましょう。自分で仕事をこなせるくらいの力はあるから、セノさんには自分の仕事に専念してもらっていいって伝えたんだけど、私のように砂漠での教育に身を投じるものは珍しいから、付き添いの者がいないとこの一帯では行動させられないって。慎重すぎるわ。大マハマトラの頼れるところはこういうところですよ。私も彼の考えに同意するからこうしてあなたを守っているんです。アール村にとどまっている間、私たちにとってあなたは仲間なんですから。どうか負い目など感じずに。スクロース、来たぞ。旅人さん、パイモン。私も今着いたところ。ちょっと整理の仕事。あ、そうだ。コレイさんがさっきここを通ったんだけど。ティナリさんもセノさんも出かけてるんだけど、私たちを手伝いたいからついていかなかったらしいよ。まあまあってところかな。考えを変えたら新しい方向性が見えてきて、私が思うに、あの予言が指し示している4つの命題はそれぞれ4つの異なる領域を指していると思うの。でも一人が同時に全ての知恵を備えるのは難しいでしょ。私たちは勇気を持って大胆に質問して、分かる人を探して意見をかき集めるべきだと思うの。それにこの予言の中には、特定の人を探さなければならない命題が2つある。もしかしたら私たちの知ってる人が予言の答えになるかもしれない。ってことは、今から頭を働かせてオイラたちの役に立ってくれそうなやつを挙げていけばいいってことだよな。うん、命題ごとにグループ分けして話し合った方がいいかも。じゃあまず一つ目から始めようぜ。一つ目の命題は確か、私はやっぱりアルベド先生だと思うな。錬金術は一番存在しない花と関係してそうだし、アルベド先生は
この方面の専門家だもの。そうだぞ、スクロースは種が4倍大きいスイートフラワーを研究した錬金術師なんだからな。え、私の？あ、そうだ、ティナリも入るよな。あいつはレンジャー長だし、植物学にものすごく詳しい。もし、うん、じゃあティナリさんもリストに入れておくよ。それから次は2つ目、命題は絶対に迷わない道案内人。すごく抽象的だな。その上、人のために方向を示してあげられる人か。あ、モナのことだよな。モナさんなら、そうだね。ベネットは入らないか。ほら、ベネットの運って相当悪いだろ。確かに一理あるかも。一応書いておこうぜ。人探しにそんな時間はかからないんだし。あ、思いついた。偵察騎士のアンバーさんもこの命題にふさわしい人じゃないかな。おう、あいつは方向感覚がかなりいいからな。結構合ってると思うぞ。アンバーさんはやっぱり立派なガイドさんだね。他に候補はいるか？考えてみるね。アルベド先生はセピロス騎士団遊撃招待のミカさんに他の人に測量法を教えてくれたこともあったから、多分あまり道に迷わないし、人のために道を示せると思うんだ。うん、じゃああいつも入れようぜ。待って、もうすぐコレイさんと約束した時間になるのにまだ来てない。おう、コレイの状況を確認しに行くんだろ。いっ、コレイさん、早く来ちゃってごめんなさい。あ、スクローズ、私今準備してて。あ、なんだ、もしかしてもう約束の時間な。気を楽にして、私たちも合流したばかりだから。うん、お前たちと一緒に行くよ。それでスクロースが言ってた件は順調？まだ話の途中だったから。次は三つ目だったよな。嘘をつかない人。え、どうかな、あいつのあの身分で全く嘘をつかないなんてことは難しいと思うぞ。じゃあガイアは？いやいや、お前もけどって思ってるんだろ。あいつを見る限りめちゃくちゃ嘘が上手だぞ。返す言葉もないよ。吟遊野郎、あの吟遊詩人のことだけど、あいつも絶対こんな基準はクリアできないぜ。代理団長のジンさんはすごく威厳のある女性だけど、私が知ってる限りだと身近な人の面倒を見るために、例えばリサさんが図書館に入り浸っていたせいでパトロールの時間を逃しちゃった時なんか、あとはクレイちゃんをあやす時も、大きな魔物は夜にちゃんと寝ない子を捕まえるって言ってたりとか。確かに嘘はついてるけど、こういう善意のある嘘であいつを外すのって、なんかオイラたちが厳しすぎるんじゃないか。私、教会のロサリアさんは嘘つかなさそうかなって思うんだけど。あ、コレイさんはロサリアさんのことを知らないよね。威厳に満ちてて、だいぶ前彼女が錬金場を通ったことがあって、その時アルベド先生に何か用ですかって尋ねた覚えがあるんだけど、当時の彼女の表情はまるで特にこれといった理由はないし、聞きたいから聞いたって様子で。だから彼女はもしかしたら嘘なんてつく必要もないと思う。ロサリアは確かに喧嘩が得意そうだし、やばそうなやつに見えるよな。私もそう思う。それに教会のシスターから聞いたんだけど、ロサリアさんが合唱をサボるときっていっ
つも急にいなくなるらしくて、言い訳。すごいやつだぜ。それなら、セノさんも入ると思う。うんうん。セノは見るからに嘘なんてつく気がなさそうだし。ロッチャーもう一人、レザー。あいつは嘘なんて勉強する機会もないし、勉強したとしても嘘なんかつけないやつだ。だろ？私ももう一人思いついた。見習い騎士のノエル。あの子は本当に真面目だし、見るからに嘘がつけないよ。ほら、メモしてメモ。待って、あと一人。年中合成台の隣にいる。え？ティマイオス。うん、彼は、その、実は、あの、誓ってたんだ。好きな女の子から OK をもらえるまで絶対嘘の話はしないし。絶対。こいつ好きなやつができたのか。そうなんだ。誰だ。あ、お前は知ってるのか。私もまだ会ってないの。ただリーユエ出身としか。ティマイオスが言うには話がとても面白くて、雰囲気も素敵で、顔立ちもとても綺麗な人なんだって。そういえば、ティマイオスの力になってあげて、好きな女の子から OK をもらうっていうのも、今回私がウィンドブルーム祭で目標にしてることの一つなんだよ。でも、そういうことってどう手伝うんだ？女の子への手紙には、どんな紙や封筒を使えばいいかとか。うんうん、わかるよ。私もアビディアの森でやった。前、レンジャーの女の子を手伝って、その子が好きな同僚にラブレターを渡したんだ。そう、そういうこと。あとは彼が担当してる研究課題に関する雑務をやってあげたりとか。使いやすいのか？とっても見た目が素敵だよ。それじゃ意味ないだろう。いいぜ。とにかくあいつは恋に溺れてるみたいだし。それじゃあ最後は永遠に終わらない伝説だね。リサさんとか図書館司書って一番本を知ってる人なわけだろ。で、確かに伝説といえば子供の読み物、絵本とかを思い浮かべるかな。コレイはどうだ。ティナリタの勉強で最初の頃は結構子供向けの本を読んでたって言ってただろ。私も入るのか。もちろんだよ。メモするね。私は錬金物質図鑑分析と活用。そうだな。もしかしたらクレイちゃんも入れられるかも。よし、じゃあクレイも追加しよう。うん、そろそろいいかな。みんな探すのか。結構多いな。そうだよね。じゃあ別々に行動するのはどう？いいぜ。あと、情報収集にいい方法を思いついたんだ。わかった、そうしよう。旅人さんとパイモンはもう長い付き合いだから、二人が一緒で、私とコレイさんが一組ね。じゃあそっちはすごいコレイと超頼れるスクロースに任せたぞ。うん、絶対力になるよ。私はすごいコレイだからな。おう、無敵のパイモンと旅人もすぐ出発するぜ。まずは拠点の安定している人から探そうと思うの。拠点、なんだか面白いな。じゃあメジロ。それか、リサさんのアジトに着いたよ。なんだか私、間違った単語でスクロースを引っ張ってきちゃった気がするんだけど。リサさん、あれ？スクロースにコレイ？どうして君たちがここに？コレイ、やっと来れたのか。もう頼むからさ、
そういうダジャレとか寒いジョークはやめてよ。異国…あれ、リサさんはいないの？驚いたかい？彼女は外出中なんだ。今は資料を調べている僕たちしかここに…俺は違うがな。俺は資料を調べてるわけじゃない。ただ先輩を探しに来て当てが外れただけだ。リサさんってセロさんの先輩だったんだ。ああ、彼女がスメールで指示していた先生は俺の恩師でもある。なるほど。って違う違う、今日は聞きたいことがあって来たの。あのね、コレイさんと一緒にある予言を研究しているんだけど。どんな予言だい？なるほど。この二人を探していたのは存在しない花のためで、俺を探していたのは嘘をつかない人のためか。ああ、その慌てて答えを出さなくてもいいよ。ただみんなにこのことを知らせに来ただけだから。スクロースボックス。うん、来る途中で考えたの。この問題たちって捉えどころがなさそうに思えるけど、研究しがいのあるいろんな細かなことと関わってる可能性が高い。だから合成台の隣にメールボックスを作って、みんなが言いたいことを書いて私たちに渡しやすいようにしたの。でもスクロースボックスって呼ばなくてもいいんだ。スクロースとコレイのボックス。こんなところで列挙法を使わなくても。確かにいい方法だね。口頭で言うよりだいぶ便利そうだし。ああ、嘘をつくかつかないかなんてそんなことは普段口にしないだろうしな。わかった。なら僕たちも準備し終わったら手紙を君たちのメールボックスに入れておくよ。うん、お願いします。じゃあここにいた人たちにはチェックを入れて他の人を探しに行こう。うんうん、メモしたよ。二人とも内気な性格なのにこんなに仲良く付き合えるなんて。コレイはモンドに戻ってきてから人にツッコミを入れることが多くなったと思わないか。確かにちょっとね。外へ出かけて昔の友人と会うことは体にも心にもメリットのあることだよ。かつて歩んだ道で若い感覚を取り戻すというのもとても有意義なことなんじゃないかな。ああ、だが俺が初めてコレイに会った時、あいつは幸せとか若さなんてことの意味すら知らなかったんだ。でも今は違う。マリン病が完治したことはコレイにとってとても重要なことだった。コレイはとても敏感で内気な子だ。アルベドならわかるはずだと思う。僕があの子の面倒を見てる間に見てきた限りじゃ、あの子は本来活発な子なんだ。モンドへ来て植物を探すのも画家を探すのもこっちの二つの方が口実だったんだね。そうとは言えない。コレイも七星召喚もどっちも重要だ。こういう時は素直にそうだって答えられないわけ？ちっ、ああ、お前の言う通りだよ。確かに俺たちはコレイのことが心配だった。もう少し彼女に時間をあげてもいいんじゃないかな。それはスクロースの指導者としての自信？そうとも言える。そういえばスメールの学者たちは学術の関係で特殊な社会関係を構築しているって話は本当かい？君たちから見ればそうかもね。スメールの状況は少し特殊だから。学術都市と呼ばれるのもスメールの全ての資源が簡単に学術と結びつけられてしまうからだよ。スメールでは学術的資源は社会資源に等しい。学問のために家庭関係を築き上げるっていうのも珍しいケースじゃない。まあ僕たち3人はそういう学術をベースに築いた社会関係ってわけじゃないけど。なるほど、論文というのが学術過程の核なんだね。俺たちの関係はどちらかといえば兄弟みたいなものじゃないか。あんまり認めたくないけど。理解できるよ。
僕にも妹がいる。兄が妹を守るのは当たり前のことだ。君たちが言ったことは全て僕の学者たちの都市に対する想像にかなっていた。家庭というのはもともと社会的な関係の交わる場所だ。それはそうと、二人はどっちの方が年上なんだい？その話題はやめておこう。年齢から見るともちろん俺の方が兄だ。君の精神年齢の方が若いんだし、君が弟ってことでもいいと思うよ。それかコレイを一家の姉にしてもいい？ダメだ。俺の方が遅れを取っていると認める瞬間は失声召喚で後手を引いた時だけだ。あっちはあいつらに任せようぜ。全部が順調にいくといいな。あ、告知板のところに行ってみようぜ。昼間だったら近くには人が来るはずだし。うん。おお、結構いるぞ。あれ、リサさんまでいるぞ。おう、旅人にパイモン、久しぶりだな。ひひ、元気だったぞ。可愛い子ちゃんたちがこんなに驚いているのは私のせいなのかしら。師匠、いつもの場所にいない。私だって椅子に生えているわけじゃないもの。今日はちょうどミカも来ているから、ベネットとレザーを紹介しようと思って。お互いよく外を回っている身だから知り合っておくと何かと便利でしょ。こんにちは、ミカです。よろしくお願いします。そうかしこまらなくてもいいぜ。こいつらとはもう長い付き合いなんだ。ウィンドブルーム祭楽しい？オイラたちまだ遊んでないんだ。予言って何の予言だ？いい予言。あら、面白そうね。お前らのリストには俺までいるのか。自分をし、そうですよ、自分を信じましょう。ベネットさんは、よし、じゃあ俺は大胆に意見を出すぞ。けど俺ちょっと言葉にするのが苦手だな。今すぐ考えをひねり出さなくてもいいぞ。スクロースがモンドの合成台の隣にメールボックスを作るって言ってたから。とても行き届いた効率的な考えね。少し考える。待って、他のやつにも知らせるんだよな。じゃあ先にそっちを回ってきてくれ。俺たちのことは気にしなくていいから。うん、じゃあ先に行くぞ。次は星拾いの崖のあたりへ行ってみようぜ。運悪く人に会えなかったとしても高いところなら視界が開けるから。人さ、可愛い子ちゃんたち、お疲れ様。あまり無理をしてはダメよ。疲れたらお姉さんのところで一休みしてお茶でもしましょう。私のノートによると次の場所はあっちだな。うん、じゃあ私についてきて。よかった、誰かいるみたい。アンバー、それにエウルアも。あれ、スクロースお姉ちゃん、それに長いマフラーを巻いてるお姉ちゃんも。コレイ、ちょうどあんたの話をしてたところだったんだ。あ、彼女のことはまだ知らないよね。紹介するね。この子はノエル、セピロス騎士団のメイドさんなんだ。コレイ様、こんにちは。過去にもモンドにはお越しいただいていたようですが。ああ、こんにちは、コレイだ。そう固くなることないわよ。楽にしてちょうだい。クレイちゃんはどうしてここに？お魚をドッカーンしに行くの？違うよ、クレイは今騎士団のみんなとパトロール中なの。そういえば私とコレイさんを除いたらここにいるのってみんな女性の騎士だね。前に聞いたことはあったけど、こんな若い騎士がいるのを見るのはやっぱ驚くな。コレイお姉ちゃんは何をしてる人なの？アビディアの森で
見習いレンジャーをやってるんだ。見習い？まだ正式なレンジャーにはなってなくて、準備中っていう意味だな。では私と同じですね。さっきパトロールとは言ったけど、別に正式なものじゃないの。緊張するんじゃない、コレイ。すぐに話題を見つけてみんなの輪に入るんだ。当ててみようか。最近来たお客さんのことについて話してたんでしょう。そうそう、近頃町にスメールのお客さんが何人も来てるでしょ。だからアンバ、うわあ、ごめん、私ついにどんなサプライズかまでは口を滑らせないでよかったよ。で、ダメだ、今は何を話したらいいんだ、思いつかない。実は私たちからもちょっとしたサプライズがあるんだ。なになに、どんなサプライズ？スクローズがきっかけを作ってくれた。よし、この勢いに乗って。面白い予言ですね。ただ私には全く見当もつきません。なるほど、君たちの代わりに情報を集める人が必要ってことね。ありがとう。友人なんだから、急いで返事を考える必要はないから。合成台の隣にメールボックスを用意するつもりなの。うん、クレー書くよ。面白いわね。みんなで思いついたことを書いて。安心して私たちに任せて。どこを回るの？今日は暴風山地からモンド城の城門までだよ。気にしないで、またパトロールはあるだろうし、予言のことが片付いたらその時はあなたたちに同行するよ。ああ、そうだな。じゃあ私たちはそろそろ行くから。またお会いしましょう。コレイさん、大丈夫？そんなに丸分かりだったか。そういうわけでもないけど。つまりバレバレだったってことか。もし悩み事があるなら私に言って。スクロース、私実はアンバーたちとどう接したらいいのかちょっとわからないんだ。でも仲のいい友達なんでしょ？ああ、アンバーのことは友達としてとても大事に思ってる。私にもよくわからないんだ。昔モンドにいた頃の私は未熟で、警戒心が強くて誰に対しても強く当たってた。アンバーがいなかったら私は今みたいにここにいなかったかもしれない。だからこそ彼女のことを誰よりも慕ってる。でも時間が経ってやっと分かったことが一つある。むしろそんな考えを持った自分がおかしかったんだ。私とアンバーには最初から似てるところなんて一つもなかった。コレイさん、そんなこと言わないで。スクローズ、あのさ、昔私に何があったか聞いてくれないか？おお、この子の状況は大まかに聞いてはいたけど。ごめん、まだ知り合ったばかりなのにこんな話をして。私自分の性格が嫌いだ。すぐ意味のわからないことであれこれ悩んじゃうし、いつも吐け口を探してそこで愚痴をこぼしてる。ううん、そんなの平気だよ。何があったのかコレイが話してくれて本当に嬉しい。あのね、他の人から本音を話してもらえるのって私からすると認めてもらえたってことなんだ。だって私、その、もう気づいてるとは思うけど、あんまり話し上手じゃないでしょ。でも、
前に私が錬金術の話をしてもあなたは全然嫌がらなかった。さっきの話を聞くまであなたがこんなにも悩んでるなんて全く思わなかった。本当に？本当だよ。誰だって自分の問題を抱えてる。私だってそういうことがあるもん。あなたが言ってた感覚って私にもわかるの。内気な人が輪の中に入るのって普通の人よりも気力を何倍も使うものだから、言葉を口にする前に何度も頭の中で考え直すの。何か間違ったことを言って場を気まずくしちゃわないか心配してね。あなたと出会うまでここまで私とそっくりな人には会ったことがない。私人を慰めるのって苦手で、もっと楽観的になろうとか無理には言わないよ。こうして座っていようよ。スクロース、本当に何も話さなくなった。でもなんだか息苦しくない。スメールにいる時もよく場所を探して景色を眺めてたな。いつも一人だったけど今日は隣に仲間が一人できた。モンドの風は柔らかいな。ねえ見て、あの雲私の試験管に似てると思わない？え？ああ、私は思わないかな。そっか。じゃあ私たちって、まだ少し距離があるのかも。スクロース、ありがとう。言葉にして、だいぶ気が楽になった。でしょ？私もよくフラスコに話しかけるんだ。今度機会があったら、種が4倍大きいスイートフラワーと種が4倍大きい風の花を絶対に見せてあげるね。何が4倍だって？私の自慢の作品なんだ。あなたならもしかしたら気に入ってくれるかも。ああ、わかった。ぜひ私に見せてくれ。そうだ、クッキーがあるの。一つどうかな？うん、チーズ味にするよ。あの二人、景色を見てるみたいだね。あっちに行って一緒に遊ばないの？その必要はないわ。あのまま二人で座っててもらいましょう。そうだね。コレイが今一番必要としてるのは私たちじゃない。彼女の過去を全く知らなかった。よくわかんない。全然違うよ。クレイももう少し大人になったらわかると思う。人ってね、いろんな友達からいろんな力をもらわなきゃいけないの。星拾いの崖に到着だ。ここにオイラたちの探してる人はいるかな？助けてくれ。頼むから絶対に手を離さないでくれよ。何の騒ぎだ？早く見に行ってみようぜ。ティマヨス、それにロサリアとモナ、一体どういう組み合わせだ？私も聞きたいです。これは一体どういう組み合わせなんでしょうね。久しぶりね。その様子だと変わらず元気に過ごしていたようですね。おお、少なくともそこで地面に倒れてるやつよりかは元気に過ごしてたな。そんなこと言わないでくれ。僕だって人生を謳歌するために頑張ってるんだから。よく言えたものですね。もしこのシスターさんの助けがなかったら今頃重傷を負って最悪死んでたかもしれないんですよ。もちろんわかってるさ。本当にありがとう。どうお礼したらいいか。気にしないで。別に手間がかかったわけでもないから。確かに手間はかかっていませんね。手を持ち上げるだけでティマイオスが落っこちそうになってたのを救ってましたし。何があったんだ？ティマイオスが崖から落ちそうになってたのか？うん、実は今日僕が星拾いの崖に来たのは花を摘みに来たからなんだ。でもその途中でモナさんに会ってね。彼女は先生の番を見ると
危険な目に遭う可能性があるから山には登らない方がいいとアドバイス。けどお前は登ったんだな。そう、なぜならやらなければならないことがあったからね。はあ、大切な人に花を贈るためだけに命を捨てるんですか。さすがにこういう場所で死を求める人には合わないわね。別に死を求めてなんかない。だが聞いてほしい、ウィンドブルーム祭は愛を渇望するモンド人のためのものだろ。はいはい。でロサリアはどうしてここにいたんだ。人の少ないところを探して静かに過ごそうと思ってたら。なるほど、だから水浦の番の示した結果が完全に危険なものではなかったのですね。そうだ、旅人とパイモンは星拾いの崖になんで来たんだ。オイラたちの運を試すためだぞ。今日はいろんな人を探すためにあっちこっち走り回っててな。え？そういうこと。じゃあ私たちは手がかりを見つけたらそれをメールボックスに入れればいいのね。そんな予言が。しかもまさか僕まで参考の対象に入るなんて。けど僕が恋してることってみんなもう知ってるんだね。今日ここに来たのもその好きな女性に一番似合うセシリアの花をプレゼントするためだったんだ。ストップ。そんなの誰も聞いていませんから、勝手にその人の話を始めようとしないでください。バレたか。手がかりが必要でしたらこの天才先生術師である私ももちろん手紙を書きましょう。君たち忙しいんでしょ。よし。もちろんありがとう。戻ったぞ。けどお前たちの方が早かったみたいだな。お疲れ。うまくいったか。ああ話は全部伝えてきたから大丈夫だ。こっちは少し早く戻ってこれたから今日はつい平気平気。いつもウリンで活動してるから今日やっておきたいことは全部終わったから、あとはみんなが手紙を届けてくれるのを待つだけだね。旅人さんとパイモンはゆっくり休んでて。シクロースってアルベドと同じで頼もしいよな。そんな照れるよ。それよりもうお腹ペコペコだぞ。私はスクロースと一緒に余った材料を店に返してくるから。うん、今日はもう解散して大丈夫だよ。準備ができたらまたここに集まって情報をまとめよう。うん、これとこれ、あとそれも。だって本当にお腹が空いてたんだから仕方ないだろ。品物は全部用意できた？じゃ、午後5時に私の家でいい？ああ、もちろん。酒と燻製ハムを用意したから、お前の親も喜ぶと思うぞ。ちょっと、こんなに付き合いが長いんだから、私の家ではハムを食べないってそろそろ。今日は牛乳を買って帰らないと。暇なら私のところへ来てちょうだい。景色を見てるの？銀妖野郎、お前もご飯を食べに来たのか。おごってくれるの？残念、君たちと会う前にお酒を飲んだばっかりなんだ。だからその気持ちは心に留めておいて。これからも機会はたくさんあるだろうしね。それよりいい知らせを持ってきたんだ。いい知らせ？見ればわかるさ。なんだこれ。今の君たちに一番必要なもの、予言にある謎の答えだよ。その地図が示す場所に行けば君たちの探しているランプが見つかる。ただ
僕が君なら自分から答えを一方的に明かしたりはしないかな。知っての通り、この答えのためにかなりの人が頑張ってるわけだしね。秘密は長年寝かせてきたお酒みたいなものでしょ。みんなで集まって開けることにより意味がある。とりあえず僕からは以上だよ。二人とも忙しいよね。予言のことが片付いたらまたおしゃべりしよう。もし暇なら愛の歌の授業をやってもいいし。またそれをやるのか。うん、でも今年は他に生徒がいないから。それじゃまたね。金融野郎に会うたびいつも自由気ままな感じがして羨ましいよな。少しお話いいかしら。ん、お前は。こんにちは。私のことはスカーレットと呼んでちょうだい。君と同じでよそからこのモンドに来た旅人よ。一杯ジュースをおごるけどどう。そうけど私の行為を否定しているってわけじゃないみたいね。そんなのがわかるのか。ええ、だからこうして話しかけたの。さっき商店街で買い物してた時にたまたま君たちが錬金場の近くで話してた内容が聞こえてきたの。まあ確かに不思議な予言だな。それってとてもモンドらしいものだと思わない。だから失礼を承知でお願いするのだけど、もし答えを見つけたら私にも教えてくれないかしら。予言というよりもこのモンドという国に深い興味があるの。私は遠い異国の生まれなんだけど、私の家族や友人はモンドで長いこと過ごしていたことがあってね。つい最近偶然その人と関係のある記念日だったから、こうしてわざわざ足を運んでみたってわけで。お前はモンドのことをどう思ったんだ。確かにロマンと自由の名に恥じない場所ね。ひっ、オイラたちもそう思うぞ。じゃあ予言の件は。ありがとう、いい人ね。それじゃあこれ以上は邪魔しないでおくわ。あの格好、確かにモンド人じゃないみたいだ。私のために存在しない花を見つけておくれ。私のために絶対に迷わない道案内人を探しておくれ。私のために嘘をつかない忠実な人を訪ねておくれ。私のために永遠に終わらない伝説を求めておくれ。自由に見えるこのモンド城でも、君みたいに私の後ろを密かに追跡する人がいるなんてね。君にもいい一日よ、お姉さん。セノ君、久しぶりね。ウィンドブルーム祭の時期にモンドであなたと会えるなんてとんでもないサプライズだわ。俺がモンドに来たことはリサ先輩もとっくに知っていただろ。あら、やっぱりあなたには隠し通せないわね。ああ、先生も言っていたが、俺たちのように同じ意志に従う者は。ジュライセン先生の話はいつも死守に富んでいるわね。うん、やっぱり先生の型破りなところにそっくりね。リサ先輩、俺も今や大マハマトラだ。その言い方はいささか不適切と言える。それに俺のジョークは先生よりもはるかに出来がいい。あら、そうかしら。あなたはモンドじゃただの冒険者セノだって聞いたけれど。確かにその通りだ。この時期のモンドは悪くないでしょ。ああ、とてもいい場所だ。今回の旅を通して。ええ、あなたの先輩はいつだって聡明なのよ。先生も先輩のように融通が効いたらよかったんだがな。きっと人生の半分をもっと楽に過ごせていただろうに。まさか退任した先生の悪口を言えるほどになるなんてね。どうやら先生もいろいろと変わったのかしら。
ただまあ、頑固に関しては大半の学者がそうだから仕方ないわ。そういった雰囲気があなたに影響を与えないことを私も願っていたの。コレイちゃんのことは聞いたわ。幼少期の影響がまだ完全には消えていないようね。でも今回彼女に会ってみたら前よりも断然良くなっていたわ。あなたも彼女の先生って言えなくもないんでしょ。あなたたちって結構似ているところがあるわよね。何しろヘルマヌビスの力はあなたにも苦痛を与えていたんだから。もう全て過去のことだ。ましてや先生も上が望んでいたように砂漠の民である俺を祭祀の力の実験品として扱うことをしなかった。それに俺が今の暮らしを手に入れられたのは先生のおかげだ。あなたにはとても才能があるわ。でも才能は時に呪いにもなるの。けれど先生がそれほど頑固でなくなったのは学生であり養子でもあるあなたがいたからというのも事実ね。先輩として二人のことをとても嬉しく思うわ。はあ、こうしてふとした瞬間に真面目な話が続く感じ、本当に懐かしいわね。厳密にはリサ先輩も我々の一員であり、いわば一家の長女のような存在だ。なら私のことは先輩じゃなくてリサお姉ちゃんって呼ぶべきね。それは遠慮しておこう。小さい頃みたいにもじもじし始めちゃってどうしたの。来たぞ。旅人さんにパイモン、ちょうどいいところに来てくれたね。うん、すごい。やるべきことをやっただけだよ。じゃあ存在しない花に関する手がかりを。ディナリさんは存在しない花をパラドックスだって考えてるみたい。私の答えはというと、存在しない花は花の形をした時計だと思うんだ。次は絶対に迷わない道案内人についての手がかりだ。モナは一緒に予言の背後にある秘密を見届けに行きたいって書いてる。ミカからはそれほど手がかりがないけど、ティナリ師匠に植物の分布図を書いて、セノさんにはトワリンの出没する周期表を作ってくれた。それからアンバーは手紙にこう書いてる。自分は誰を導くものでもなく。嘘をつかない人に関する手がかりはね、ロサリアさんが自分は適任じゃないって主張していることと、ティマイオスは最後は永遠に終わらない伝説に関する手がかりだ。リサさんは伝説は人々の心に永遠に残るものだと考えてるみたいだ。それでこれらの手がかりにはどんな答えが隠されてるんだよ。パイモンの知恵があればすぐに思いつくはずだ。もしくは私たちが思う一番いい答えを交換し合おうよ。待って、待ってくれ。ティマイオス、どうしたの。ごめん、時間がなくて手紙を書けなかったんだ。みんな、僕は多分嘘をつかない人になれるかもしれない。え、また唐突だな。別に信じないわけじゃないけど。ああ、僕とウグイスさんのことはまだ覚えてるかい。簡単に話すと、ウグイスさんはポーション研究の時にすごく助けてくる。スクロースが言ってたリーユへの女の人って、ティマイオスって毎日合成台の前に立ってるからって。もちろん打ち込んでる時だってあるよ。いつも手紙を書いてるわけじゃない。話を本題に戻そう。何ヶ月か前、僕は天に向かって誓ったんだ。で、お前が星拾いの崖でセシリアの花を摘んでたのも。その通り。セシリアの花言葉は遊興者の真心。これを僕の好きな人に捧げたいと思ってね。ウグイスさんは経歴も見識も僕より上だ。それは十分わかってる。今はちょうどウィンドブルーム祭だし、
その、そろそろウグイスさんをモンドに呼んでもいい頃だと思ってね。だけど昨日アルベド先生から聞いたんだ。スクロースさんは最近とある女の子の夢のために頑張っているんだろ。え、それに僕が課題を確認しに行ったら、彼女はなんと僕の分まで親切にやってくれていた。すごくいたたまれない気持ちでいっぱいだよ。みんな他の人のために頑張ってるのに、僕だけ自分のことしか考えてなかった。ティマイオス、だから僕も君たちに加わりたいんだ。でもそしたらウグイスって人の方は、先月からずっと計画してたんでしょ。その人をモンドに誘うんだって言ってたのに。確かに手紙にはそう書いたことがある。だからプレゼントを送ったんだ。今は他のことを頑張らなきゃいけない状況で、それが終わったらすぐにリーユエまで迎えに行くと、そう伝えたよ。プレゼントも手紙も丁寧に包んだし、許してくれてるといいんだけど、とにかく僕のこの誠意をどうか信じてほしい。自分で言うのもなんだけど、僕はかなり誠実なんだ。そこまで言うならオイラたちもその決意を無駄にするわけにはいかないな。ありがとう。これで嘘をつかない人は決まりだな。残りの人についても早く相談して決めようぜ。それじゃあ名前を呼んでいくぞ。花、道案内人、伝説、それからティマイオス。なんでこのお兄ちゃんだけ名前で呼ばれてるの？よしよし、はい。クレイちゃんがいるとなんだか遠足みたいですね。雰囲気が和らいでちょうどいいだろ。もちろん後で僕が用意した推測を検証しよう。私ちょっと緊張してきた。僕も。おいおい、いや、実は私もちょっと緊張してるんだ。わかるよ、人が多くなるとこううまく話せなくなるよな。とはいえ、これからどこへ向かうのですか？予言の意味を紐解くと、答えを見つけた後に至福のランプがある場所に行って。ああ、それならもう調べてあるぜ。さすが、いつも解決策を見つけてくれて。なら、そこへ案内してくれるかい？おう、至福のランプが眠る聖地に出発だ。ここにランプはないみたいだよ。よく考えたら、予言には至福のランプがどんな形なのか書いてなかったな。旅人さん、紙に書いてある字を読んでるの？どれどれ？顔を上げる。ん？って、何もないじゃないか！耳の尖った猫の背にリスを乗せれば、敬虔な子犬がの。わっ、風だ！見て。相当強い雰囲気だ。上に行ってみよう。え？飛ぶの？誰か僕も一緒に連れてってくれないか？ああ。空に小さな島があるなんて。万が一のためにルートは全部記録しておいたよ。おお、頼りになるぜ。こんなところにこんなテーブルがあるなんて。モンドの上空にこんな隠された場所があったなんて。テーブルにすっごく綺麗なランプがあるよ。何やら椅子の背に文字が書いてあるようですね。席につき答えて戸惑いを解く。うん、とてもシンプルなヒントですね。このヒントに従ってやればいいってことだよな。待ってくれ。どうしたんだアルベド。念入りにチェックしてから座った方がいい。みんな少し下がって。それにしてもこの場所って
気がいいよな。アルベド先生、状況はどうですか？うん、全て問題ない。罠や仕掛けはないよ。それにこれといった自爆装置もない。え？それって、つまり僕たちは予言を叶えるために椅子に座って答えを口にする必要がある。みな、まずは必ずしも正解とは限らない答えを先に試して、2巡目から当たる確率の高い答えを提示しよう。パッと聞いた感じ筋が通っているように聞こえるけど。さすがアルベド先生、そうすればこいつの運行規則を明確にできるからですね。なるほど、そういうことか。モナ、どうかしたのか？モナお姉ちゃん、ありがとうございます。クレちゃん、先ほどアルベドが調べていた時に私も占いで他の手がかりを得ようとしたのですが、ここの異様な雰囲気は尋常ではありません。まるでずっと誰かに見られているような感じがします。この細工が外部の環境によるものでないのであれば、相手はまさか、まさか。まさか、何？はあ、いえ、私も確証はないので。そこまで言ってお預けかよ。クレ、アルベドお兄ちゃんの言う通りにしてみない？ああ、一緒に答えを確認してみよう、クレ。うん、モナお姉ちゃんも一緒に来て。ええ、若ちゃん。一つ目の問題は私が回答するね。頑張れスクローズ。うん、私の答えは、種が4倍大きいスイートフラワー。絶対に迷わない道案内に。コレイ、答えが見つかったのかな。ふう、私の答えは私だ。私はいつも導かれる側の存在だった。全然大したことないし、まだまだ未熟だけど、私がここで自分の名前を言ったのは、私はアンバーみたいに、ティナリ師匠みたいに、セノさんや私を助けてくれた大勢の人たちみたいに、この力を伝えていきたい。三つ目の問題の回答者は僕だ。嘘をつかない人、それは僕だ。子供の頃から大人になるまで、これといった長所は何もなかった。それと、僕に自分を認める機会をくれたみんなにも。さて、最後の問題は、先生術師である私が答えましょう。永遠に終わらない伝説。それは、人の運命です。おい、ランプが光ったぞ！わあ、ランプの面が4つとも全部光ってる！え？でも。コレイ、少し立ってくれるかい？ああ。ふん。え？これ、どういうことだ？なんで人が変わったのにまだ光ってるんだよ！みんな、そろそろ気づいているだろう。この予言に正確な答えなんてない。正確な答えがない？古く謎めいた予言だが、これは僕たちが考えていたような古の仕掛けではなく。まさか君たちが本当にこの場所を見つけられるなんて。うわっ、僕たち以外にもこんな場所に人が。また会ったわね、旅人。あ、お前は、あの日、鹿狩りでオイラたちに挨拶してきた。行こ。みんなのおかげで、私はこの場所にたどり着けたわ。君たちが予言に集中してたから、私という小さな尾行者に注意が向かなかった。お、そうかい？なら、君という小さな尾行者の背後に、どうしてまだ他の者がいるのかな？あら、本当に？挨拶はいいわ。
私がここに来たのは、私が異国の客人ってだけで、君がこっそりと栄光の風に忍び込む姿を見たのよ。そんな早くから私に目をつけてたの？私は毎日仕事をしているのよ。君みたいな人に気づかない方がおかしいわ。いいわ、なら認めるしかないわね。どうして？じゃあ、あれは本当の予言じゃなかったのか？心配しないで。私が怪しい存在なのは認めるけど、それを私に残してくれた人はというと、ここにいる人たちも彼女の名前を聞いたことあるんじゃないかしら。古くからある女性集会であり、メンバーはそれぞれ文字をコードネームとしている。そんな、どうやら本当にあの力はおばばが残したもののようですね。あなたが B の弟子だったのね。お名前はかねがね聞いていたわ。私は J の継承者。どういうこと？それを説明するには古き王子から話す必要があるわ。君たちがわざわざ予言を解読してここに来たのは、このランプの裏にある秘密を知りたいからでしょ。ランプはすでに光ったなら、次はあなたの安寧を妨げることを。あら、どうしてこれが光ってるのかしら。ランプの向こうにいるマダム、聞こえますか？ママ？ん？若い人の声がいっぱい。マダム、私は J の継承者、スカーレットです。久しぶりだね。まさか J の継承者がこれほどまで無効水なものになるとは、全く信じられん。待ってください。どうしておばばの口調を真似するんです？おばば？その言い方、まさかモナ？誰です？私の師匠を真似するだなんて。うん、それがどうした？人間に対する模写と学習は元より無意味な愚行。アリスさん、僕もいるよ。ママ、どうして他の人の話し方を真似するの？あなたたちもいたのね。なら大丈夫ね。みんな元気だったかしら？アリスさん、どうして？だってこのランプってもう何年も光ってなかったから、てっきり少女時代の親友から連絡が来たかと思ったのよ。なんだよ、急にそんな恥ずかしそうにして。このランプの管理を風神バルバドスに任せたのは確かに覚えてるけど、どうやらみんな風神の隠したシンボルを見つけたようね。もしかしてあなたたち、私の愛するお茶会のテーブルにいるのかしら？うん、すごく長いテーブルだよ。そう、まさかこんなことが。どうやら風神もあなたたちがそこに登ることを黙認したようね。待てよ、こんがらがってきたぞ。マダム、これはおそらくあなたから答えた方がいいかと。みんなわざわざ来てくれたんだし、それなりの報酬を用意しないとね。魔女会は知ってる？秘密結社みたいよね。彼女たちはかつて大胆にも風神に挑んだの。でも彼は歌を口ずさみ、ライアーを弾き、死で争いを終わらせようと言った。それ以来、魔女たちは森の中、崖の近く、空の上でしか集会を開かなくなったわ。物語と秘密を持ってお茶会でわだかまりを解くの。魔女たちは争わない。この誓いを見届けるのは茶葉と美味しいケーキのみ。昨日愛する人を殺したわ。彼は老い病気だった、はあ、深く愛していたから私は彼の運命を背負い、その苦痛を終わらせた。私は息子を一人育てたんだ。数ある子供のうち残ったのは彼一人だけ。母になったと言えるだろう。
私の寿命は君たちほどではない。将来君たちの相手は私の絵本がする。もちろん君たちの子の相手もね。そいつは面白い。占ってあげよう。予言で私たちの良き仲を引き裂かないでよね、親愛なる姉妹たち。どんなに恐ろしい魔女もかつては少女だった。でもいずれ成長する。だから自分の悩みを風に聞かせるの。国々の戦争も天地の崩壊も、世界がどうなろうと、魔女たちのお茶会は永遠にここで開かれる。つまりここは伝説にある魔女たちが集会を開く場所だったのか。ええ、私たちはいつもここに集まってお茶を飲みながらおしゃべりをしていたの。でもランプを見つけた人が祝福を得られるって。それはねまさか本当にジェイ以外の人が予言を見るなんて。実はそれはジェイの結婚前夜、私たち姉妹が彼女に送った手紙なの。やっぱりアリスさんたちが一緒に書いたものだったか。アルベドちゃんが答えを言わずに我慢してくれてたのが私にとって一番の救いね。いや、そこまですぐではなかったよ。存在しない花、絶対に迷わない道案内人、嘘をつかない人、魔女の一人が愛する人と余生を共にしようと会を抜けた時、他の魔女が彼女をここに呼ぶためにこの予言を書いて送ったの。存在しない花、文字通り世界には存在しない花のことよ。これはコード R、 黄金レインドットの署名ね。この世に存在しない種を想像できるものがいるとしたら、きっとそれは彼女しかいないわ。絶対に迷わない道案内人、これはコード N、 ニコのことづてよ。あなたたちはまだ彼女を知らないかもしれないけれど、彼女は行く先を気にする不思議な女性なの。ここにいる人たちの中には運よく彼女の声を聞いた子もいるかもしれないわね。世界が稀に変動を起こすとき、彼女は預言者のように人々に真相を暗示するから。例えばそうね、彼女は人の脳裏に話しかけるのが好きよ。もしもいつかどこかであなたたちが重大な危機に遭遇したら、彼女はその声であなたたちに行く先を指し示してくれるかもしれないわ。世界にはこんなにも多くの謎を秘めた女性がいて、さらにはお互いに知り合いだったなんて。嘘をつかない人、それは私が残した暗号ね。あまり気にしないでちょうだい。それから永遠に終わらない伝説、あなたたちは M を知らないかもしれないけど。え？モンバの子供ならみんなあのシリーズは読んだことがあるはず。ええ、私も大好きな童話の一つよ。そのような人が魔女の称号を得るなら納得もいくでしょ。なんだかとんでもない話になってきたぞ。確かに不思議だけど、これらすべてが真実であることは私が保証するわ。アリスさん、あなたはどの代の J の継承者も認めてくれませんでした。私の代までもう数百年も経っています。あなたも魔女になりたいのかしら。というより、私は魔女会が一体何を意味しているのかが知りたいんです。以前まではあなた方がこの世界の命運を掌握する女性たちだと思っていました。がっかりしちゃったかしらいえ、とても面白いと思ったんです。今までどの J の継承者も認めてこなかったけど。いつも興味本位で物事を進めるアリスさんが。今すぐにというわけじゃないけど、時間ができたらあなたに会いに行くわ。つまり仲間たちから予言の手紙をもらった魔女がその J で、そいつは結婚した後に魔女会を抜けたってことか。ええ、私たちが彼女に送った手紙、その意味はただ一つ。
彼女も読んですぐに分かったはずよ。私たちに会いに来て、あなたが祝福へと足を運ぶ前に一番の友達であり最も大切な姉妹と喜びを分かち合いましょう。じゃあ祝福を手にするって、家庭はあくまで家庭に過ぎないの。最終的に私たちを幸せにするのは旅の終点で会う人よ。この質問をした子、あなたも分かっているでしょ。私たち女性はいつも多くの悩みを抱え不安に思うことにたくさん遭遇けれど、最も大切な友達と会うためなら私たちは山や海を越えることも厭わない。心から愛する友であれば私たちは楽しさに満ち溢れる。クレン、よくわからないけど強いて言うなら魔女会は私にとって共に青春を謳歌する女性たちのことね。さて、他のメンバーはまた今度紹介するわ。またね、ママ。ほら、ドドコマ、ママにバイバイって言って。え、またね、クレちゃん。それから親愛なるお友達さんたち、いつかまた会えると信じているわ。あ、それと今の時期はあの日が近いはずよね。ええ、またウィンドブルーム祭の時期になりました、アリスさん。そして特別な記念日でもある。ええ、思い出したわ。遥か遠い昔の同じ日にジェイが結婚したことを。本当に偶然ね。またこの愛と自由の日だったなんて。みんな、大丈夫？吐いた方が楽になるかも。大丈夫。ちょっと酔っただけだから。時間を見つけて飛行免許を取るといい。はい。まだ他にも悩んでることがあるみたいだな。全部言ってくれ、私たちが聞いてやる。大したことじゃないんだ。アリスさんの話はとても面白くてすごくロマンのあるものだった。それは分かってる。でも僕が期待してたものとは違っていた。確かに最高の祝福が必ずしも本物だとは思ってはいなかったさ。でもああ、そんな風に思わないで。これはあなたのせいじゃないよ。いや、私があの予言を見つけたせいだ。違う。決して君たちを責めてるわけじゃないんだ。ただ、想像していたものよりもいい結果じゃなかったし、何かを得たわけでもなかったなと思ってね。私は、得るものがあったと思う。この話はひとまず置いといて。ティマイオス、私とコレイが一緒にリーユへのウグイスさんに謝りに行こうか。ウグイスさん、彼女が怒ってないか心配だ。君たち顔を上げてあっちを見るんだ。ん？ウグイスさん？あれがウグイスさん？初めて見た。本当にウグイスだ。ウグイスさん、本当にごめん。でもどうしてこんな急にうちに会うのがそんなに嬉しかったん？その嬉しすぎて言葉が見つからないんだ。文句を言いに来たんやけど、その様子を見たら責められるもんも責められんくなったわ。大事なことをやってるからうちを迎えに来られへん言うとったやろ。ひひ、ちょっと近くに寄ってみようぜ。人の恋路を邪魔したらイノシシに蹴られますよ。え、そうなのか。じゃあやめておくか。ティマイオスが自分の幸せを見つけられて、それよりも私は好
クロースの気持ちの捉え方の方が人の幸せを喜び、見返りも求めず精一杯私を助けてくれた。でも私だってコレイみたいな根気と勇気は持ってないよ。私はスメールに行ったことがないし、外国の友達だってそんなにいない。それでもこれから先また知らない人と接するときは、あなたは私とこんなに似てるんだから、私の言ってることを誰よりも理解できるはず。私今さら自分を受け入れることを学び始めるなんて。セシリアの花の花器がいつか知ってる？確か本で。これは私の両親が昔デートしてた時によく話してたことなんだって。先月ご飯を食べてた時にお母さんがこのことを笑いながら話してたの。お父さんは本当につまらない男で、でもそれが人生なんだって言ってた。自分のしてることがいいことだって理解しさえすれば、始めるのに遅すぎるなんてことはないんだよ。だからね、やってみようよコレイ。頑張ってみるよ。二人ともなんだかすごく盛り上がってるな。あ、そうだ、これをあなたに。これって種か？うん、この前スイートフラワーを研究するのが好きだって言ったでしょ。すごくいいものとまではいかないけど、どれも私が真心込めて選んだ品種だよ。とても甘くてとても育てやすいから、私今年の風の花はこれを選んだの。うん、これをアビディアの森に植えて大事に育ててみせるよ。コレイ、このノートをすべて受け取ってくれ。君が勉学に励んでいることは聞いたよ。このノートはどれもスクロースに頼まれて用意した学習アイデアをまとめたものだ。ありがとう。もうなんて言ったらいいか、本当に嬉しい。あ、スクロース、今だぞ。あれだ、幸せの吐息。おお、そうだった、危うく忘れるところだったよ。これこの…いいの？もちろん。あ、今の幸せの雲飛んでいったぞ。幸い試験管にはまだ少し気体が残ってる。研究結果が出たら真っ先に連絡するから。手紙を書いてくれ、届いたらすぐに返事を書くよ。どうやら新しいペンフレンドができたようだね。ティナリ師匠、セイナさん。ペンフレンド、ふうふうと息を吹き込んでできたペンフレンドか。僕たちスメール人のモンドでのイメージがこれでついに終わってしまった。俺がモンドを好きならそれで十分だ。ここのドラゴンは俺の好きな形だからな。そうだ旅人、このカードの裏面を君に。これはセノの意志なんだ。おそらく彼はこの特殊なカードの裏面を使って君と決闘したいのだろう。俺は強いぞ、挑戦する勇気はあるか？うわ、かなり自信満々みたいだ。ちょっと待ってくれ、コレイもプレゼントを用意したのか？うん、郷に行っては郷に従えって聞いたから。これはスメールローズで作ったしおりだ。モンド人は今日という日に風の花を大事な人に贈るんだろ。知ってるか、ティナリは俺たちが学術で結ばれた家庭じゃないと言っていた。そういう家庭じゃなくてただの兄弟ってことでいいんじゃないかな。うん、それからパティサラの種をモンドのみんなと旅人。うわー、オイラたちの分もあるのか。これがコレイの選んだ風の花なんだよね。
ああ、これが私の答え。私にとって風の花はスメールローズとパティサラなんだ。モンドの種じゃないけど、これは私の気持ちを最も表してくれる植物だから、これを感謝したい人に、そしてこれからも一緒に未来を歩んでいきたい人に贈り、昼夜を問わず思い続け、幾千もの山と川を越えてもなお愛に行きたいと思える人を持つ。うん、そう思ってくれて私も安心したよスクロース、あの雲を見てくれ。お？あの雲、お前の試験管に似てるな。ウグイさん、これは夢じゃないんだよね。どうして来てくれたの？どないしたん？うちが来たらあかんの？それからもうそろそろ直接ウグイスって。や、ウグイス。え？ウグイス、そない緊張して。僕は嬉しいんだ。ウィンドブルーム祭に僕に会いに来てくれてありがとう。セノが君に送ったカードの裏面、悪くないだろ。彼の要求はとても面白いものだったよ。ドラゴンの姿がある、自分用にデザインしたカード裏なのに相手に見とれさせたいなんてね。それから彼は、このようなものは友達と共用してこそ意味があると言っていた。ついでに言うと、セノはこれを僕にも送ってくれたんだ。新しいカードの裏面だが、実に悪くない。お前もこれを受け取っただろ。それを使って。問題ない。準備ができたらまた声をかけてくれ。どうかな、今年のウィンドブルーム祭も悪くないでしょ。君はすごく忙しいのに、春になったらモンドに戻って僕たちと一緒に自由の風を楽しんでくれる時間があるなら、僕が今年新しく作った愛の歌を聞いてみない？古本。じゃあ読むね。世にこれほどの色彩があっただろうか。白色よりも甘雲に似て、金色よりも太陽に似る。ちょっと真面目すぎたかな。これいい、スクロース。手作りのお弁当を持ってきたよ。あ、本当か。私アンバーさんの料理のことで一つだけ意見を言いたいの。最近しょっぱいものをたくさん食べてるせいかな。ストレスと関係してるのかもな。カードゲームでもするか。いいんじゃない。確かスクロースとコレイはカードゲームが上手だったわよね。あ、そうそう、私たちカード仲間なんだ。カードゲームのベテラン型、機会があったら私にも教えてちょうだい。うん、コレイはカードゲームの才能があるし、私たちの中じゃ一番強いかもね。え、私？ええ、そこばじゃみんなそう言っているわ。スメールの女の子がすごいやり手だから、いつか勝負してみたいってね。よかったねコレイ、カードゲームで有名になったみたい。あ、私が。ミナお姉ちゃん、クレイね。おや、私にくれるのですか？もっとクレイのことはめて。ええ、もちろんいいですよ。偉大なる火花騎士クレイ、あなたはモンドの希望の炎であり。担い手？おや、クレイちゃんはこのような褒め方が好きじゃなかったようですね。クレイちゃんはとても可愛いですね。帽子もリュックもとってもキュートです。うん、ママが言ってたよ。どの子と一緒に選んだんだって。あと、これを買った時もう一人一緒に選んでくれた人がいたん
みんなにおばばって呼ばれてるみたいだよ。どうしておばばが出てくるですか。いえ、待ってください。そう言われると確かにおばばは帽子を買うのが好きでしたし。測量のアドバイスありがとうございます。まさかスメールのレンジャー長がこの分野にも長けていたなんて本当にすごいです。レンジャー長と測量士はよく外を回るからね。役に立ててよかった。機会があったら僕もスメールに行ってみたいです。あそこは地形がとても複雑だと聞きました。ああ、確かに少し複雑だね。初めてスメールに来た人は道に迷いやすいかも。それどころか雨林の中でキノコや果物の種類を気にせず食べることさえある。僕たちのところにもよく母風のマッシュルームを取る人がいますよ。そうだ、君たちは母風のマッシュルームをレシピに加えてアレンジしてみようとしたことはあるかい？僕は試したことないですが。うん、僕も試してみたいな。